久保さん金運,財布金運財布です。さっき届きまして、まあ、動画撮ってたんですけど、届きました。バージョンアップです。<laughs> なんかね、これね、びっくりしたんですけど、久保さん、これキーワードもいいですよ。まあでも、今日なんであれなんですけど、まあ、財布を変える日っていう検索キーワードいっぱいあるんですけど、で財布を変える日、今日がなんかその2つが重なってる日みたいで、 でしかもこれはその年によってその重なる日っていうのが変わるらしいんですよ。で、2023年の今年は今日が2つが重なる日でめっちゃいい日らしいんですよ。だから財布を買える日にすごい適してるみたいなあって、マジかみたいな。たまたま僕昨日 Yahoo ショッピングで、あの、午の日は Yahoo ショッピングポイントを作くんですよね、いっぱい。で、それで買ったんですよ。で、そしたら今日届きまして <laughs>、早えなみたいな。 昨日買って今日届いたんですけど、で今日、じゃあいつ、いつ、じゃあ入れ、ね、いろいろカードとかいっぱいあるんで、いつ買えようかなと思って調べたら、たまたま今日が最強の買えるいい日らしいんですよ。で、金財布じゃないですか。<laughs> なんかありがたいですね。なんか。<laughs> ありがたい。これでちょっと稼いできます。いっぱい。でもね、これね、おすすめですね。本当に。 僕もいろいろ悩んだんですけど、結局、まあ僕の扱ってるコンテンツっていうのはそもそもお金に関するコンテンツを扱ってるので、まあ最初はね、車の色、スカイブルーの,あの色と合わせようかなと思ったんですよね。だけどまあいいのがなくて、まあこれにしました。まあ昔使ってたんですけど、まあ良かったんで実際。またバージョンアップというか、何すかね、また、あの、 戻ってきたみたみいな感じですね昔ね、あとこれプレゼントしてすごい好評でだから3年ぐらい使って、まあ、その借金返した財布です、金運ありますみたいな感じでプレゼントして多くの方から結構反響ありまして、すごいね、しっかり書いていただいてで、まああのー、審査も悩んだんですけど、まあ、1人の方に決めてで、結果的にまあその、 その話の続きを言うと、まあ、その財布をね、ゲットされた方、財布をゲットされた方そのか、その後、実際に、あの、お金が入ってきたというか、稼げるようになったというか、まあ、まあ、もちろんずっとやってたっていうのもあるんですけども、まあ、この財布を手に入れてから、どうのこうのっていうメッセージをいただきました、本当に <laughs>。でも、地盤は作ってたんですよ。あの、今日から始めましたっていう人じゃないんで。うん でもね、財布手に入れていいことありましたっていうね。なんかの <laughs> びっくりしましたけど。うん、まあでもまあいろいろ調べると、まあ結局なんか金が一番いいっぽいですよね、うん。まあ僕はちょっとこれでまた頑張ります、はい。まあお金の話多いですからね、僕は。まあ扱ってる商品も、久保さんもお金じゃないですか。FX とか即価軸も金っすよね、結局は <laughs>。なんで、 まあ僕はこれでいいかなと。金。金。<laughs> はい。い,いってらっしゃい。